ドラフト会議後半戦はパリーグ編ということで、まあ全体的な感想なんですけども、まあ何ですかね、えー、ギャンブル性があって面白いなっていう選手たちをえ獲得して、まあいるということでね、うん。まあそこの部分っていうのがね、今回パリーグの中では感じたところなんですけどね。えー、今回えソフトバンクがあ最多指名、育成がなんとですね、 14人ということで、まあ4軍制度を取ると言ったんですけども、かなり多くの選手を獲得しまして、また、ね、支配下でも6人の選手を登録ということで、ね、獲得ということになったわけでございますけどね。まあ今後も楽しみな選手たちがね、えー、制度をしてますので、えー、ちょっと紹介させていただければなと思います。 まず、オリックスですけども、これはもう神ドロフトと言っても過言ではないですね。えー、特に、えー、まあなんか、競合するわけでもなく、狙った通りの選手が取れたので、えー、結果万歳という、結果万歳往来というところでしょうね。えー、まず、1位で獲得した白鴎大学のソタニ・平投手についてなんですけども、えー、この方なんですけども、えー、金足農業のね、吉田洸生投手はね、率いる、えー、金足農業ね、えー、これが、 ね、えー、甲子園に出たのが2018年なんですけども、その時に、えー、名誉高校の、えー、スピーチャーとして君練していたのが、このソタニ・平投手。えー、山口幸樹選手とね、えー、まあ同じチームに所属していたということで、そのまま白甲大学に、えー、進学してということで、まあこちらは東北にゆかりがある、えー、方ですね。 そして2位が内藤邦選手は日本航空石川高校。えー、53発をね、えー、放ったというね、ちょうグの魅力な選手ということで、まあ内野版の杉本雄太郎選手というところじゃないですかね。まあこれがね、後々のクリーンアップになることを期待したいところ。そしてオリックスは目が高いですね。盛岡中央高校は斉藤京介投手を3位指名ということで。 えー、あの佐藤林太郎投手がね、率いる、あの花巻東高校から、えー、19奪三振を奪うというね、えー、ものすごい活躍をこう見せて、14年ぶりの決勝進出に導いたのが、この斎藤京介投手。まあ、甲子園こそはね、張り付けなかったものの、その持ってるポテンシャルというものは本当に素晴らしいのかなと。最速152キロのね、速球でね、えー、本格化ということで、三振も築けるというところで、えー、これはオリックスは本当にお目が高いね、えー、ドラフトだったかなと思います。そしてなんで4位まで残っていた四季 沢流ということで、ね、東北福祉大学ということで、えー、非常にこちらはですね、えー、巧みなバッティングコントロールを見せていて広角に打てるバッターということで、えー、なんとなく吉田正尚選手を放出させますよね、えーえー、今年の、ね、リーグ戦では打率5割5分4ホーマー14打点と3カウント、ね、MVP に輝くなども,うものすごい成績だったというところでね そして、えー、5位は日高厚美選手ということで、こちらはピッチャーです。えー、富島高校のね、えー、日高投手。えー、今年の夏の大会、宮崎大会で決勝で完封をね、マークして、え甲子園の初戦で、まあ、下関国際打線から9個の三振を奪ったというですね、えー、ピッチャーでございます。まあ、ここで5位で指名されたということですね。えー、ソフトバンクも伊比選手をね、一本釣りに成功しましたね。え内野手です。 えー、高い、えー、ポテンシャルを持った、えー、プレイヤーの大型内野手ということで、えー、今年の夏の大会では、は1ホーマーを救い出す5安全7 000点の活躍を見せる充実としてね、えー、打線を牽引したというところでね、えー、中日ドラゴンズがもしかしたら狙ってくるのかなとは思ったんですけど、まさかのイヒニーツヤ選手、えー、ソフトバンク入りということになりましたね、えー、そして、えー、2位が、 日本製鉄の大津投手ということでね、えー、ワンシームというですね、えー、球種を持っていて、これ、ワンシームは、ね、菅野投手とかが、ね、代表的なんですけども、えー、この大津投手もワンシームを武器に活躍されている投手ということで、多彩な変化球を持って、ねえー、いまして、えー、非常にそういったところの素晴らしいピッチングというところになるかなと思いますけどね。 東北福祉大の甲斐育美選手ということで、ねえー、外野手です、えー、今年のの、ねえー、春からレギュラーに定着していまして、えーまあ、今年の秋大会の、ね、こう1回戦では2打席連続ホームランを打つなど持ち味を発揮したということであこれは去年の話ですね、大変失礼いたしました、はいえー、そして、えー、4位には大野和と投手 王の和を投手ということで、もう名前の通りと、ねえー、あの松井和夫さんから名前を取ったらしいです。最速146キロという、ですね、えー、またはキラーで鋭い変化球で三振の山を築くサウスポーということで、えー、3年生のね、えー、鹿児島大会では6試合を投げ1人で投げ抜きまして、48イニング64奪三振を記録するというですね、えー、ピッチャーでございます。そして ドラフト5位で入場したのが松本春選手、亜細亜大学の選手ですね。えーまあ、中継ぎとしてのね、えー、いうところの起用となると思います。キレのある直球が魅力のサウスポーということですね。た、え、か、ー、重なる怪我に、ね、苦しんだものの、えー、昨年の、ね、リーグ戦で復帰して、中継ぎとしてフル回転したというね、えー、彼でございます。そして6位にはキャッチャーの吉田健吾選手ですね。 えー、2塁の速球1秒9とですね、切る強肩とパワフルな打撃が魅力のキャッチャーです。えー、リーグ戦では、えー、今年昨年の、ね、リーグ戦春には4割、えー、6本は中7だったで、3冠を獲得するというですね、えー、活躍を見せております。 はい、えー。続きまして、セールなんですけども、1位は、早稲れ大学の昼間選手を一発,一発で獲得ということでね。えー、2位には、佐、え、伯、ー、鶴城高校の古川と、古川がしそして、えー、キャッチャー,、えー、野田海人選手を3位指名。九州国際大付属高校。そして、アジア大学の青山投手を、えー、ここ4位で指名。そして、大見高校のピッチャー、山田春人投手を、 え、ここで、え、6位で獲得ということでね、上位指名も考えられたわけなんですけどもね、5位だったというね、ちょっと意外な結果ですけどね。そして、大阪ガスの小玉選手が6位指名を受けております。そして、庄司公式、庄司としですね、これがね、立教大学の出身でございます。えー、そして、えー、2位は、えー川川、小馬郷隆治。 リュウジ投手が鷲宮製作所ということでね、鷲の宮製作所ということで指名されています。九州産業大からは、えー、渡辺投手が3、えー、位指名、4位には東京農業、北北海道オホーツクより伊藤投手、そして NTT、えー、西日本から平良投手ということでね、楽天にも平良投手が加入ということになりました。えー、そして 6位での入団ということになった林幸投手でございますけどね、えー、あの甲子園でね、あの金足の金足わし戦法に、ね、やられてしまったこの林投手なんですけど、ここで、えーねえー、あの悔しさを糧にということで才能運輸で、えー、頑張ってたんですけど、これがなんとですね、3度目の、えー、プロ志願届となったらしいですけど、も、そこでなんとかこう夢を叶えたというところですね。 ロッテ庄司投手を、ねえー、指名したんですけども、惜しくもくじを外してしまった菊池投手、専修大学ですね、そして2位には天理大学の友杉選手、そして3位にはピッチャーは、えー、田中春也投手、日本文理高校、そして4位には日本ツ、えーの高野投手、そして、えー、5位には金田,投手金田選手をね、えー、浦和学院の金田選手を5位で指名ということになりました。 そして、えー、日本ハムです、矢沢投手を、ねえー、一本取りということで、日本体育大学ということで、えー、二刀流として、ねえー、注目を集めている選手なんですけど、どうい、ねえー、うね、やっていくのかというのは,これは、ねえー、新庄監督にあれですけどね。そして2位には、えー、金村選手、富士大学ということでね、えー、金村投手を獲得。 そして3位には、えなんと、有権10個単位者、えー、メジャー、メジャーリーグのね、え選手を獲得するということで、え加藤光介選手をね、えここで3位で締めということになっております。え正直言ってね、え自分も驚いてすし、見てる皆さんも多分驚かれたかなと思います。そして4位には、え安西投手、えそして5位には、七間選手、えそして、え位6位には、 え宮内選手をこう指名ということになりましたかねはいということで本日の動画は以上です最後まで皆様ご視聴ありがとうございましたぜひまた次回の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました